おはようございます。今日は男池お池駐車場に来ました。来る途中が絶好の紅葉ロードでした。色彩ロードでは何度も泊まって撮影してきました。もうすぐ8時です。比叡直途で行きたいと、あの尾根を登ってきたいと思いますけど、天気がいいからやる気が出たらうとん越しに行って北大仙ぐらいまで行きたいと思います。来週の分まで登りたいなと思っております。そしたらこの空めちゃくちゃいいです。車は僕の入れても15台ぐらいですね。さあ、道南ツツジの赤いのが素晴らしいです。じゃあいい空を目指して頑張っていきたいと思います。8時出発します。中に入って5分、紅葉ロードになってきました。紅葉ロードに綺麗です。登山道よりちょっと入ったところの辺が紅葉ロードです。全然人がいません。苦渋とは思えないぐらいに静けさです。紅葉が綺麗になってきました。奥の方もすごいです。めっちゃ綺麗に写真撮影してすみません。ああ気持ちいい。オレンジ黄色焦げ茶色、足元の石の上に落ち葉が乗ってるから歩きはしづらいけど、目にはいいです。8時55分比叡東尾根直通ルート分岐に到着です。上はガスってきました。今日は暖かくて若干蒸し暑い。この外気温でも12度あります。これでは暑いです。途中で一人追い抜いてきました、撮影中の方を。ちょっとおにぎり食べていきますかね。急登が登っとります。急登が始まりました。ドロドロの土ですけど、落ち葉でどうにか踏ん張ります。めちゃ登っております。足の踏み場がかなり考えていかないとずるずるずると滑りそうです。これは登ってる。割り股でおっと、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、よし、よい、10時半、比叡登頂です。今週真っ白でした。残念ながら、真っ白。はい、何も見えません。残念です。悔しいけど、仕方ないです。とりあえず下の方まで下ってみましょうか。どんなでしょうか。美山霧島が狂い咲きしております。美山霧島の狂い咲きです。もう冬だから人が通らないから枝が伸びて痛いです。ルートが狭くなっております。滑りそう。いつもの西端、崖の上ですが、真っ白です。少しガスが取れて、若干見えるんですけど、ひじだけが見えるだけで。目の前の棒がつる三股、九十連山見えません。残念。少し明るくなってきましたけど、時間的に厳しいんで帰ります。九十連山さんが見えませんでした。
12時です。あ、見えてきた、見えてきました。小雨が降ってきたけど、おお、おお、これはまた降りるしかないでしょうか。奇跡的に見えてきました。うわ、うわ、わあ、ありがたい、ありがたい。南峰に行ってうどん越しから帰りましょうか。そしたら食途で帰りたかったけど、よし、向こう行こう。奇跡的にガスが抜けてきました。昼から天気悪い予報なのに周りが見えてきました。すごい、ガスは流れてるんですけど、それで行っております。すごい、大山も見えてきました。天狗、黒岳見えとります。そしたら南方の岩の上に行きましょう。ひいじ本峰です。あの左端にいましたけど、またガスが上がってきて見えなくなってきました。この辺りに棒が吊る大山山ですけど、残念ながら見えません。惜しい。はあ、岩の上に来ましたけど、はあ、残念です。まあでもこの風景を見れてるだけでも十分でしょう。よし、行きましょうか。下り専用ルートで下っていきます。何回か間違って上りの方から降りたこともありますけど、今日はちゃんとしっかり見つけました。うん、ガスガスなんで湿気ってるから滑ります。うどん越しのガスが取れてきました。少しですけど見えるでしょうか。こちらの斜面は、南方の斜面は美山霧島が枯れております。真っ白結界です。空も白いけど美山霧島が残念な状態です。暑さでやられております。うどん越しから北大山の尾根も、もう紅葉は終わってかなり焦げ茶色です。さあ下りましょう。うどん越しまで戻ってきました。まあ降りてきました。うどん越し、しかしながらまたガスが降りてきました。分岐点です。後ろからじゃんじゃん来ております。そしたら今日は帰りましょう。今年最後のひいじでした。お世話になりました、ひいじちゃん。また来年に寒くなったら来ます。うどん越しも今年最後かな。お世話になりました。先ほどから近くで鹿が鳴いております。鹿が、空は少し雨が降っております。だから石の上がちょっと滑ってきました。気をつけないとすってんころりんきそうです。1時半のこの暗さです。誰にも会いません。ひいじの山頂から西端の岩に行ってる時に 2,3 人のグループが来た以来、誰にも人の声は聞いておりません。静かな森に鹿が時々鳴くっていう、驚かされております。雨がしとしと降ってきておりますけど、森の中なので大丈夫です。あとは滑らないように石の上がだいぶ湿気てきました。そばばっけ手前の石ゴロゴロゾーンです。これを抜けたらそばばっけです。ケルンが素晴らしいです。バランス絶妙です。この暗さがすごい。
まだ1時半っていうのにガス出るからすごいです。本当に毎度毎度恐ろしいぐらいです。そばばっけ到着です。そばばっけ、頭の上にはいい紅葉がありますけど、ちょっと真下ではよく見えません。風穴の方が紅葉ロードになっております。黄色い紅葉ロード。さあ本降りになる前に帰りたい。真っ白ガスガス。今年最後のイージー惜しかったです。世話になりました。ここはふかふかでちょっと泥がひっつきそうですね。そばばっけから上がったところです。ひじ直都の分岐に向かって歩いております。ここがやっぱり一番紅葉が綺麗なところですね。高い。足元も鮮やかで、この谷間にも多いです。ちょこちょこっとですけど、1時45分隠し水通過します。雨が本降りにならないといいけど、滑ります。ポツポツ来とりますね。ポツポツ。よしよし、ゴールがだいぶ近づいてきました。先ほど YouTube のフォロワーさんに声かけられて一緒に撮影して少しお話してきました。やっと平坦です。あと10分ぐらい平坦で足をほぐして本降りになる前に着替えて車乗りたいと思います。いやー今日は蒸し暑かった。でもめちゃくちゃ暑いわけじゃないからいいですね。おお、紅葉紅葉紅葉、綺麗です。目に優しい。最後のゴール近くの紅葉です。ニセバッケのこの泥がすごいんですが、この辺りの紅葉も綺麗です。まだ黄色です。素晴らしい。いいじゃないですか。来る途中も綺麗でしたけど、いいです。黄色にピンクがかった茶色、いいです。雨も何か少し止んでるような雰囲気です。前竹、こんなところを歩いております。こんなところです。すごいです。すごいですよ。人が少なくてすごく気持ちいい。たまらない。これはいい。いやー癒される。めっちゃ癒されます。これはいいです。前竹の斜面から今日は久々にお池の方に行っております。